午前10時になっても固く閉ざされたシャッター。今日池袋ではいつもとは違う光景が広がりました。西武池袋本店です。今日はシャッターが閉まっています。お店の前にはたくさんの人が集まっています。西武池袋本店でのストライキです。騒動の発端は去年11月、親会社のセブン&アイホールディングスがそごう・西武をアメリカの投資ファンドに売却することを発表しました。背景にあるのは百貨店の経営不振。アパレル不況やネット通販の広がりで苦境が続き、セブン&アイホールディングスはコンビニ事業に注力する決断をしたのでした。ただその後問題となったのが雇用の維持。売却後に西武池袋本店などに家電量販店のヨドバシカメラを入れる案が上がったのですが、百貨店の事業は継続されるのか、従業員の雇用はどうするのかという不安の声が多く聞かれたのです。これに協議は難航。その結果、もう雇用の維持と事業継続、これはなかなか内容が見えなかった、理解ができなかった。地域のお客様やそれからお取引先様、そういった方々にご迷惑をかけるということに対しては本当に大変心苦しいというふうに思ってます。そしてついにストを決行。労働者を切り捨てるな。労働者を切り捨てるな。せーの、池袋本店を売ろう。大手百貨店としては61年ぶりとなる出来事に街の人からは、一番大変なのは従業員の方だと思うんですよ。時代の流れって仕方のないことかなって思うんですけど。ただ一方でこんな意見も。企業のストライキって客的にはちょっと迷惑。ストやっても経営不振が改善されるわけじゃない。賛否が上がるストライキをそごう・西武の騒動から考えます。ではゲストをご紹介いたします。百貨店業界として61年ぶりのストライキを実行されました、そごう・西武労働組合中央執行委員長の寺岡康弘さんです。寺岡さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは本当にお疲れ様でした。どうぞよろしくお願いします。そしてもう一方、ストライキなどの労働争議や労働問題に詳しい佐々木亮弁護士です。佐々木さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。早速ですけれども、寺岡さん、どうでしょうか。なぜこのストライキに踏み切ったのかということからお聞かせいただけますか。はい、もともとこの話っていうのはですね、昨年の1月末に、メディアの報道が先行しまして、そこで、そごう・西武の株式が売られると、こういう話が出ました。しかしながら、そのどういう条件で売却がされるのかっていうことがですね、ついこの間まで明かされなかったんです。しかるに、どういう内容で、この売却が進んでいくのか、その情報を開示してくださいということを、常々言っておりまして、それがなかなか最終局面まで来ても出てこないという中で、いよいよ最後の武器と言われるストライキをしたと、そういうことです。最後の最後の武器ですもんね、労働組合にとってもということですね。画面にもちらっと出ましたけれども、従業員の雇用の維持、そして百貨店事業の継続ということを主に求めているということですけれども、組合員の皆さんからはどんな声がありました、そもそもやるにあたって。はい、とりわけストライキということだけに限って言えばですね、今日は池袋本店ということでしたけれども、お店が今日結果的に1日閉まりました。普段ご利用いただいているお客様も池袋で言えば15万人ぐらい、多い日であれば20万人ぐらいいます。そういうことで言えば、そういった普段お使いになっているお客様へご迷惑がかかるし、あとはテナントとして入っているお取引先様、ここの売り上げもなくなってしまうということで、本当にそれがいい手段なのか、そういったことの声も当然ありましたし、一方で、経営側にこれだけ訴えてもなかなか出てこないということからすれば、
まあ、そういったこともやむを得ないんじゃないかというような声もありました。そうですね、まあ、池袋といえば、ね、東の西部西東部ということで、まあ、休めば反対側に行ってしまうみたいなことも踏まえてそれもあった上での、まあ、スト決行ということでしたけども、はいはい、実際今日やってみてどんな手応えがありましたかね。そうですね、今言ったように私としてはそれだけのご利用いただいているお客様がいるわけで、まあ、正直やるにあたっては相当悩みました、ただ今日デモもそうですしビラもそうなんですが、街を歩いてですね、まあ、多くのお客様地域の方が、私を呼び止めてですね、頑張ってねと、西武さん本当にこれからも お店開けてねと、ブランドショップなくさないでねっていうような声をですね多数いただきまして、結果的に皆さんに支えられているなっていうのを本当に実感した日でした。まあ、したがって今日はやって、まあ、結果は変わりませんでしたけども、私的には良かったなというふうに思っています。今日売却決議されて、まあ、明日から言ってみればですね、まあ、買収されたんで交渉先が変わるわけですよね。これまで交渉、はい、さっき言った通り積み上げてきたんだけれども、はい、一旦それなくなって今度は新しい会社とこうやり取りする、はい、向き合うことになるんですけど、はい、そこはどういうふうに受け止めてらっしゃるんですか。これ本当に未知数と言いますか、今日もそごう・西武内の労使協議の中で、はい、社長と会話したんですけども、まあ、社長自身もですね、まあ、明日からどういう経営体制になるかわからないと、はい、まあ、その中で、まあ、新しく労使関係を作っていこうというような話がありました、まあ、そういう意味ではまた一から積み上げて交渉していく必要性があるな、あるかなというふうに思ってます。この買収交渉そのものは、ね、時間かけてやってきたんだけれども、はい、ずっと時間を経て今日に至ると。でその中でこういう直前にですね、まあ、組合側が動いてくるみたいなことを考えるとこの買収交渉買収する側にもある種圧力がかかったと思うんですけど、佐々木さんそういった意味でのこの持つ意味ってどういうふうにご覧になりますか。このスト、そうですね、新たな使用者になる側から見ると、うん、まあ、最近労働組合ストしませんから、ストをする労働組合のある企業なんだっていうことが分かればそれはやっぱりその労働者の声聞かなければ、また2度目3度目のストがあるんじゃないかというふうには思うと思います。だからそういう意味では非常に大きなことをやったんじゃないかなというふうに思います、ね。まあ、とにかく大きく取り上げられてもはや知らない人がいないと、まあ、もともと知ってるお店だっていうのも、ね、ありますけどっていうところあると思いますね。石田さんどうでしょうか。これちょっとあんま分かんないんですけど、このストライキされたのって雇用してた人が解雇されるかもしれないし、百貨店でずっとやってたのに百貨店じゃなくなるかもしれないからやめてくれっていうストライキでやってますか。そうですね。なるほど。それってなんかその分かんないですけど、百貨店じゃなくなる理由としたら業績が悪かったりとかで、このままもうずっとじゃああんまり利益が出ない状態でやってたら店側としても何か改善はしなきゃいけないじゃないですか。だから百貨店じゃなくなってしまっても仕方ないっていう経営の方針になる部分の企業側の気持ちも分かるんですけど、それで百貨店じゃなくなるからって言ってストライキを起こしたってなるとちょっとどうなのかなって僕は思っちゃったんですけど、その点どうなんですか。寺岡さんいかがですか。はい、そうですね、まさにそこは経営サイドといいますか、セブン&アイホールディングスと話し合いの中でもやや焦点になってたところだというふうに認識しています。まあ、我々労働組合ということから言えば、はい、まずは雇用の確保というところなので、まあ、そうですね、まあ、そこがまず維持できますかということが入り口でした。それはダメって言われたわけではないんですね。そうですね、そういう意味ではそこは最大限守りますよっていう話がありました。じゃあなんでストライキする必要性があったのか、その上で我々の疑問点というのは、はい、これまで百貨店業として、商売をしてきました、はい、これが大きく変わるっていうことになると、その本当にその大きく変わる局面で雇用が守れますかと、はい、でその守れる根拠があるんだとしたらこういうふうに大きく変わるから雇用は守れますよっていうふうに逆に具体性を持ってお話をいただかないと、そこの計画がないのに雇用だけ守れますよって言われても僕らは理解ができない、うん、まあ、だからこそ不安だからやめて、この他の百貨店でもいくらでもあるじゃないですか。僕はこの百貨店側の人間だとしたら、まあ、株式持ってたりとかしたらもちろんバッていうのももちろん分かりますし、雇用されてる気持ちも分かるんですけど、なんだろう、結構なんだろう、イチャモンじゃないですけどつけてる感じにしか思えないんですけど、石田さん大事なご指摘だと思いますけど、これって言ってみれば会社は誰のためのものと誰のものみたいな話ですね、うん、経営者のものなんですかと、働いてる人たちのものですかと、うん、まあ、それはおっしゃってるご指摘ありますから寺岡さんにも伺いたいんですけども、まさに
石田さんからも指摘があったように、ある意味では4期連続の赤字ですという状況にあって何とかしなきゃいけない、うん、だけれども寺岡さんは30年前に西武百貨店に入社されて、はい、ずっとこの百貨店で活躍してこられたわけですよね、はい、何とかして立て直したいという思いがある、うん、そういったこと、うん、どう気持ちはもちろん分かるんですけど、今これって弁護士先生もいらっしゃるんであれですけど、言ったら威力業務妨害とかにはならない、ならないですね、あの正当なストライキは、はい、あの民事免責があるので、はい、あのなりません、ですから今回のストライキで何か損害賠償請求されるということはないと思います。一切そういうのはなくて、はい、それはあの憲法で保障されてるんですね、その労働組合がストライキを起こすということは、うん、あの憲法の団体行動権というのが決められてて、でそれを踏まえて労働組合法というのがありまして、はい、でそこではそのストライキとか争議行為をやっても正当なものであればあの損害賠償は受けませんよというふうになっています。じゃ一応正当なものとしては認められてる、はい、お店を開けないという判断を労働者たちが、まあ、さっき言いましたようにスト権を確立する形、まあ、手続きにのっとってですね、これが、まあ、権利として認められていると、これを行使したと、はい、皆さんあれ仮にストライキされてその百貨店が百貨店じゃなくなったとするじゃないですか、ってなっても雇用はみんな続けてほしい、もう百貨店で働いてる自分が好きっていう人もいらっしゃると思うんですけど、そうじゃないなんかそこら辺の働いてる社員の方々の声っていうのはどんな感じなんですかね。そこら辺っていうのはうちの社員じゃない人っていうことですか。あ、いや、今回ストライキされた方々でその百貨店じゃなくなったとしても雇用はしてもらえるのかって言ってる人が結構多いってことなんですか。あ、そういうことで言いますと、まあ、今あの司会の方からありましたけども、そもそも総合西武っていう百貨店業をやっているところに入社したっていうことからすると、はい、やっぱり百貨店が好き、うん、接客が好き、まあ、そういう入り口の中で入社していますから、はい、まあ、可能な限りそういった希望を持った社員を同じようなやっぱり仕事の中で雇用していただきたいっていうふうにまず入るのが入り口かなっていうふうに思ってます、はい、あの石田さんの問いに、まあ、寺岡さんのお答えを少し足すとすると、はい、それを測るために組合員投票をしてどのぐらい固いのかと、結束が固いのかと、うん、今おっしゃったみたいにもう百貨店でやってるんだったら他の百貨店行きますよっていうふうに崩れるのか、結束してこの組織を守りたいと思っているのかを測るために投票しスト権を確立し、権利の下でスト来期を打ったと、だどっちが正しいかっていうよりは手続きを踏んだ上での現状がありますよと、ただしおっしゃったみたいに業績が悪いところどうしますかっていうのはやっぱり課題として残っていると、それはこの後話していく話になると思います。新太郎さん行きましょうか。だからその1月末の時点でこういう情報が流れて情報開示が向こうがなかったっていうお話だったんですけど、例えば結構早い段階で申し訳ないと、を結構な人数の方がリストラに、せざるを得ない状況ですって言われてたらまた変わってましたかな。そうですね、おそらくそれだとそれはそれでまた違うシナリオになってたっていうふうに思ってます。あのこれまでなんでこれあのこんなこじれちゃったのかっていうふうに考えますと、これまで会社からはそごう・西武が再成長するプランですということで、あまりその人員削減の話っていうのはなかったんですね。まあ、そういう中で、家電量販店が、お店の半分を占めますっていう話が出てきて、まあ、普通に考えればお店の半分なくなればそこで働いてた場所で、場所がなくなるわけで、まあ、そうすれば必然的に雇用ってどこ行くのって話になりますよね。ただそのことが見えない中でそごう・西武が成長しますって言われちゃうと僕らも困惑しちゃう、その中で情報が出てこなかったのでますます不安が募った、まあ、こういうことだと理解します。今回のは多分話聞いてくれよっていうことのストライキだったっていうことですよね、うん、でこれでも結局これ雇用する側がぶっ壊れたらもう元も子もなくなってしまうわけじゃないですか。これは目的としては話聞いてくれよの後は何をその赤字を回復させてくれよ頑張れよってことなのか、それとも赤字でも雇用を続けてほしいと、ここにあって街づくりを大切にしてほしいという意味なのか、これは どういう、はい、あのそういう意味ではあの我々はもうリストラは絶対嫌だとかダメだとか、うん、あのそういう立ち位置ではなくて、やっぱり厳しい今の業績を考えれば一定数のそういった何らかの店舗やあの人為的なリストラもこれからは施策としてやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってます、うんうん、まあ、そういう意味ではその会社を立て直していく上で、まあ、どういう百貨店像がまあ一番これから成長していくのかということをあの一緒に考えていけるような
まあ、そういう道筋をつけたい、あの労使交渉したいっていうふうに思ってます。じゃあもうとにかく一緒に考えようよっていうことをするためのストライキだったってことなんですか。そうですね、あのどちらかというとその協議の時間が足りなかったんでもう少し話し合いをさせてくださいっていうことだったんですけど、うん、時間切れですって言われちゃったっていう感じですね。結構じゃあ前向きな話し合いをしたかったのにもかかわらず、はい、いきなりガツッと行かれたっていう意味 の、 あのそういう印象です、はい、ね、今あの百貨店の売上高でいうと西武池袋っていうのは国内3位とでかつては1位だったと、そうは言っても旗艦店であり、でそれだけの売り上げを誇ってるのにそれでもなお、まあ、厳しいという状況があって、まあ、一つ分かりやすいところで言えば渋谷で起きていることですよね。東急ですけれども渋谷で言えばですね、ここはもう駅前にあった東横店がなくなってスクランブルスクエアというね違った形態の業態になっちゃってると、うん、そしてちょっと駅を歩いて坂を上がっていった東急本店、ここも閉店してしまったということで、まあ、ターミナル駅のこの百貨店という形態が、まあ、沿線の人たちがこう集まってきて楽しみにしてその駅に来てたんだけど、今や地下鉄がつながってそのまま中入っていっちゃうみたいなこともあって、こう人の動きも変わってきたみたいなところあると思うんですけど、そのあたりどう受け止めてらっしゃいますか。そうですね、あのやっぱりあの池袋といえば、うん、その西部とか東部っていうようなあのこのイメージっていうのが大事だと思っていて、うん、はい、さらにそこからもう少し深くとあの掘っていったときに、やっぱり池袋西部ってあのこういうものが特徴だよねっていうものがないと、うん、逆にそうやってそのターミナルの立地や流れが変わっちゃうと、はい、通過してしまうっていうそういう危惧もあるので、それをどうやって作っていくのかっていうことをですね、やっぱり今後も考えていかなきゃいけないっていうふうに思ってます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。